です。こちらです。本日はですね、こちらキングスレイコマン使っていきたいと思います。今週はですね、ブラホビッチ、デンベレ、ヌニエス、そしてピノ、数え出したらキリがないですよ。このようなね、ウイレで FP が来たらめちゃくちゃ熱いなっていう、そんな選手たちがね、現実世界のサッカーでめちゃくちゃ活躍したわけですよ。そしたらもう今週の週刊 FP はやばいんじゃないかと、皆さんもそう思ったわけですよ。だがしかし、蓋を開けてみればなんと CS ガチャしか来てない。なんでやと、もう全ウイレユーザーとマツコデラックスがバカじゃないのって言ってますよ。かと思って CS ガチャとちくわの中身を覗いてみたら、めちゃくちゃいいガチャってわけでもないっていう。せっかく FP ガチャが5回引けるっていう神イベントも、影を潜めるわけですよ。黒子以外のスタメンみんな素人みたいなもん。ただそんなガチャの中に現れた一筋の光、希望、第4次忍者大戦の時のナルト、それがこのキングスレイコマンってわけですよ。逆に言えば5回引けるということは、このコマンが出る確率も高いということなんでね、この選手手に入れて、どうやって使うのかな、強いのかなって思ってるそこのあなたに、この選手がどうなのかということを検証していきたいと思います。ということで、早速能力の方見ていきましょう。身長年齢から179センチの24歳と、なんともこのサッカー選手には珍しい、この身長も年齢も全部中の上。身長179センチもね、180センチこそないけど、179センチあれば普通に高いよねっていう。昔背ちっちゃかったやつが同窓会だったらなんかでかくなったなお前みたいな、それぐらい驚かれるぐらいの身長ではあるわけですよ。かといってね、めちゃくちゃ高いってわけじゃないから、みたいな。東海オンエアで言ったら、りょうくんほどはないけど、哲也ぐらいはあるよっていう。そして年齢も24歳と、オリンピックがね、出れる年齢ではないけど、普通に24歳ですから全然いいよねっていう。ペドリとかね、それこそピノとか、その18歳とかね、もう20歳とかもそれほど若くないけど、でも24歳だったらもう実質、死者誤入したら20歳だから、実質成人みたいなもんですから。言うたらちょうど24歳ぐらいが、人生で一番楽しいんじゃねえかなっていうね、そんな時期でございますよ。そして適正ポジションの方がこちらになっております。もともとこの選手はね、サイドに濃い緑が、両方バンバンとあって、で、真ん中は薄い緑がバーって広がってたわけですよ。この選手はね、さすがに CF 適正があれば十分やろうと思って、適正ポジション拡張をもう適当にポチポチ押してたわけですよ。そしたら例のごとく CF 適正だけつかず、気づいたら前方には大草原が広がっていたと。要するに狙った適正が一向につかないっていう、ウイレ三大不可思議の術にね、足を踏み入れてしまったわけですよ。それを差し置いても、この UTT 性ありますよね。前線全部できるわけですから、こいつに任せとけばいいと。まさに前世紀の久保田正孝、何でもやってくれる。そして能力の方軽く見ていくんですけど、見てください、これ。オフェンスセンス、グラパが87、87からのボルコンボールキープと、92、94、そして真ん中のドリブルが99っていう、これまさにアイドルグループの図式と一緒です。可愛くて人気のある子が真ん中に行って、それよりは劣る子がもう外側に行くっていう、この図式と何の変わりもありません。コマンは AKB です。単純にね、攻撃面の能力は申し分ないと。こう下の方パーって見ていって、フライパスから下もね、ちょいちょいね、こう赤の数値とか気になるとこではありますけど、見てください。スピード瞬発99。はい、神。このスピード瞬発99がもう目に入った瞬間、すべての項目が吹っ飛びました。ポカンと忘れました。さっきのフライパスとかヘディングの数値なんて、ポッチャマのね、つつくとか、泡とかと一緒です。序盤には結構使えるけど、終盤ではもう忘れさせてるみたいな。それだけかい、コマンと。いえ、違います。見てください。このキック力、ジャンプ、はい、87、90と続いて、フィジコン一回置いといて、ボディコン95と。このフィジコンはね、ソーラービームだと思ってください。1ターン目貯めて、2ターン目で放出するっていう、そういう構図です。そしてスタミナ87と。スタミナはちょっとね、もうちょいあったら嬉しいかなといったところで、下の方見てって、それを覚えておいてもらって、逆足頻度精度悪くない、コンディション程度も5、良くも悪くも半だと。なるほど、なるほど。オフェンスセンスとかボールコンも高いし、ドリブルもできやすいし、スピションも高いしね。いい選手じゃない？でもこんな選手じゃん、いっぱいいるじゃん。何が強いの？何が強いのかなって、スキルパーンって見て、スパサブ？はい、そういうことなんですよね。この選手なんとスパサブ持ち。さっきの能力普通にスタメンで使えるな。でもちょっと他にもいるかなっていう、さまよったところでこのスパサブが見えただけでこれですよ。味噌汁をね、味噌だけで作って、ちょっとうまいけど物足りない、ちょっと味物足りないかなって思って、煮干しで出汁取ったらバカうまくなったみたいな、そんな現象がこのキングスレイコマンに起こってるわけですよ。そしてそれだけではなく、他のスキルもめちゃくちゃ優秀なんですよ。まずこのダブルタッチ、そしてこれの下に軸足当てはない、ルーレットもない、そう、確定ダブルタッチなんですよね。その確定ダブルタッチからこのミドルドロップシュート、ここがあるおかげでさっきの決定力80後半、中盤、これが全く気にならないと。そして僕みたいなね、パス回しが下手くそな人でも安心安全のこのヒールトリック、前向いたまま後ろにパスを出すっていうね、関節ぐるぐるパス、あれを無効化してくれると。でも奥さん、こんな能力も優秀で、スパサムもついててダブルタッチも確定で、こん
な選手お高いんでしょ。うん、高いってな感じで、今回はこのキングスレイコマンをですね、このギジ 3CF ボーヘンレクスン監督、まあ、この監督は、まあ、ギジ 3CF の中でも特にサイドからの組み立て、サイドからの攻撃が大事になる監督ですので、こちらの監督後半からこちらのキングスレイコマンをスパサブ起用して全世界のキングスレイをコマンしていきたいと思います。ということで早速コマン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 コ、えい、マッチングいたしましたんで、早速調子の方を見ていきましょう。こちら、はい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 、もう右と左ですごい。いやもうこんなん井上尚弥の右ストレートやん。えい、さあやっていきますか。まあまあまあ前半はね、まあ例のコマンは出てないわけですから、まあ言ったらあれだよ、まあルフィとクロコダイル一戦目みたいなもんよ。まあ序章に過ぎないわけ。まあただ序章に過ぎないけど、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 うますぎフリちゃん。はいはいはい、まあ幸先よくね1点を獲得したわけですけど、まあこっからね全然もう気を抜かずに今やっていきたいところ。あるよ。まあこれ気を抜いたら負けますんで、まあ格下の相手ですけど、まあでもそれをね、まあ無にする、無に消させる、そんな技でいきたいよ。そんな技を発動させていきたい。さっき言った、いやいい、おしゃれなこと、おしゃれなことしていく。さあこれ圧倒的、圧倒的人数より、殺傷的より、どうする、かわす。デイビスがファーにドーン、うますぎ、ガチガチー。お前今めっちゃ気持ちいいドロップ、めちゃくちゃ気持ちいいドロップ発動したけど、まあまあいいでしょ。ここからサビエラがつなぎたいとこではあるけど、ガウンショが来た、やばい、これやばいな、ガチで。いやだよな、だよな、逆にそんな、そんなにやめろ。うわー、まあ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 、城山、城山と全然余裕でしょ、こっからよ。まあ、そもそもねこんな、やめろ、なんかそう、うまいことしてくるじゃん。もうはいはいはい、やりやがったな。あいつマジやりやがった、お前。もう俺がシャンクスだったらブチ切れてるからな、マジで。俺がシャンクスじゃなかっただけいいと思うよ、ほんとに。マジで、ほんと、腕なくなってるからな。さまでかかり。どこを出してる？そして、ボトムは一回落ち着け。大丈夫。一回落ち着く力なんだよね。そして、サイドに出す。完璧。そして、アラバ出てくるか。出てきた、金。折り返して、ユリア・ウベルト。うわー、神神神神、運だけが。まあ、どんな形であれ、2点は2点、1点は1点ですから、さあ、ファンダイクが。やめさせる、それは、それはやめさせる。いや来るな。ただどうする、そういう時にさ、すぐチェンジ、すぐチェンジ、もうカーソルをチェンジすること、これめちゃくちゃ大事だからね。まあ悟空で言ったらスーパーサイヤ人になるぐらい大事。うん、まずそれにならないと始まらないから。そしてでかいよ。そしてビエラのヘディング、いいね、すらし方が。そして金、ここに出せるかどうかで人生変わるけど、全然変わんないな。一回出して、イウリ、イウリサイド見るか、マジ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 、いやマジじゃない、マジじゃない、これ、これがマジだ、これが人生、これがマジ、これがマジで。ワンパンチ、ワンパンチからうますぎる、デイビス。そしていやー、さあさあ、まあデリフトがめちゃくちゃぴったりついてくるから、もうしょうがないな、これ入れるしかない。さあただ入れるんだったら背の高いデイビス、まだ背の高いデイビスに入れたいが、カカがどうする。さあカカ一回ここキープ、うわー。さあビエラ拾って、さあ前半も終わり際になっていくが、まだ2分ある。この2分で俺が何ができるかということを見せつけていきたいよね、全世界に。ここに縦に出してアラウフがこう、アラバがここにいて、前半がこう。まあまあまあ、この動画の前半なんてね、もう幼稚園児がレゴブロックで遊んでるようなもんですから、まあそれと一緒です。まあアルフォンソ・デイビスに変えて、ここにキングスレイコマンを入れること。これによって何が起こるか。そう。口が開く。さあ、後半やっていくんですけども、まあまあまあ、もうこれ後半ね、デイビス変えて、まあコマン入れたわけですから。まあこっから何ができるかって話をね、結局は。この動画ってそれが大事なんで、もう今2対1で勝ってるから、こんな関係ない。もうこんなんがね、もうなくても一緒です。あってもなくても一緒、これは。もうこれ出ちゃうよ。もうこの小花が出ちゃう。そして小花出す。そして、さあ、いわゆる早速出すよね、コマン。そしてどうする、もうドリブルします。ドリブルします。もうぐんぐんいきます。早すぎる。うまって、マジ早い。マジで早い。ベジェリンもこの、もう真っ青じゃん、ベジェリン。もう真っ赤。いや、むしろ真っ赤。そして黒下げてフリット完璧なんだけどね。いやーマジで速すぎるな、あのスピード。もう完全にあれだね、化身アームドウサインボルトって感じ。うん、余裕でね、余裕でウサインボルトアームドして、コマン、いやいいね。さあそして、まあパスドリブルだけじゃないよ、パスもできます。そしてフリットがここに出して金、そして金、さあファンダイク来るから、一回ファンダイクからを避けて、ただファンダイク、いやめちゃくちゃファンダイクだな。ただ一回デブライネが持つから、ハメドタラ俺下がるけど、やばいなそれ。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘と言ってほしくね。全世界の人間が待って、これ前出た方がいい、前出た方がいい。いや、いい判断、バカめ。向こうが自陣フラするスーパーロングパスでやってくるんだったら、こっちも運で対抗させてもらうぞ。うん、あ、そういう技には俺も運で対抗して、あれば右足は大丈夫でした、さすがに。オッケー、味方と味方がガッチャンコドッキング。さあ、ここ一回出して、一回出してビエラが、あーそこじゃないけど、めちゃくちゃいいパスにはならないと。そこじゃないからね、俺が出したかったとこって。さあハメドトラ俺しっかりパスコース切りながらも、まあビエラで一回戻ると、まあ大丈夫、一回落ち着こうか。そう、コマンだけが見せ場じゃない、このいうところのディフェンスも見せ場である。そしてキン、そしてキンからサイドに出して、このコンニングするコマンどうする、これ1対1、いや1対1み、そんなしない、別にわざわざ1対1はしない。そしてユリアルベルトが1回、なあお前だよ、お前なんでお前自分だと思えよ、1回、あーうまーい。そしてシューキャン、シューキャン、コマンの根下、マジか、
コマンのコンカ、コマンコンカ。そしてはい、またコマンにボール渡して、コマンどうする？そしてここで一回ダブルタッチ見せといて、見せただけ。さあボール奪ってカカ、そしてカカが出してコマン、またコマン来るよ。そしてコマンを一回出してシュワンツー入れたい、ワンツー入れたいところからコマンが、いやこのこれがマジで早すぎるけど弱くない？体がフィジコン出ちゃった。さあ一旦カカ、ナイスカカ、お前カカカカカ、痛いかもしれんけど今我慢しろって、お前痛いかもしれんけどボールが上にあるんだから見とけよお前ボールを。さあコマン、いやコマン見せろよお前。一回ね、あのセカンドプレスをかけない、うん、これが大事なんですよこのゲーム、このゲームセカンドプレスはもう大事すぎる。もうね、桃太郎で言ったらきびだんご、それぐらい大事。そしてやらせないよ、待って、そして事故る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 から一回も出すよ。これどう、これでいいんだよ、リスクヘッジ、これがリスクヘッジです。さしてコマンがしっかりここにいるんだよな。そしてパスゴ入れてコマンに出す、どこ出す、ここ出すよね。なんかワンタッチパスがずれちゃった。まあでも終わった、何もしてなくない？早い、安い、うまい、中う。